池井見次郎は、岐阜県多治見市出身の日本の陸上競技選手。専門は長距離種目。中京商業高等学校、大東文化大学卒業。MDI 日清食品、日清食品グループコーチを経て、現在は日清食品グループで働いている。アトランタオリンピックマラソン代表。身長166.5センチメートル。 体重 53kg。血液型 A 型。大東文化大学時代は、箱根駅伝に4年連続出場。1年時の第64回大会1区では、スタート直後から独走して、区間賞を獲得する鮮烈なデビューを果たす。2年次からは大東大のエースとして3年連続で、花の2区を担当。 区間賞は獲得できなかったものの、3.4年時には2区の、実位、5区の奈良治む、6区の島崎高幸らの活躍により、同大学の箱根駅伝連覇に貢献した。1991年に MDI 入社。陸上競技部の急部に伴い1995年より、日清食品に移籍。1996年の東京国際マラソンでは、 同郷の早田俊幸らを破って日本人トップの4位に入りアトランタオリンピックマラソン代表に決定した。しかし期待されたアトランタ五輪では入賞争いに加われず93位と惨敗に終わった。その後も長く現役を続けニューイヤー駅伝には MDI 時代の第36回大会から第50回大会まで延べ10回出場。 2004年より、高知県人となったが、2014年には45歳で、美和子毎日マラソンに、出場、2時間32分01秒で完走を果たす。2014年4月より、常西大学附属上西中学校、高等学校の長距離コーチに就任。ありがとうございます。